奈良谷県は、ネパールの中南部に位置した、旧県。奈良谷川にちなむ名称は、奈良ンの調和を受けたものを意味する。名前の由来となった川は、ガンダキプラデーシュ州及び、ルンビニとの境界でもある。旧県はグルカ戦争後に設立された歴史を持つ。2015年の行政改革後は、県の格付けから、第2州と第3州にまたがる、自治体ではない。 ゾーンに移された。また集会の確立と並行して、県時代の旧軍はこれら2州に再編されている。県時代には、ネパール全国に5つあった、旧ネパールの開発区域の一つ、中部開発区域に属していた。ネパールの地陸分北から山岳部、丘陵地帯、平野部。ヒマラヤの地質構造、奈良谷地方は、ヒンドースターン平野へと続くネパールの定地で、 ヒマラヤの山脈に接する丘陵地帯や、チュリア高原の南に位置する。一部に丘陵が分布し、インド国境に沿って、国土の南側に、テライ平原の一部と内ライ平原が伸びる。主な河川は、ナラヤニ川と東ラプティ川が流れる。山岳地帯に降った雨水は、丘陵地帯では地中深く潜り、やがてテライ平原で地表に現れて、 ビシャラリトガルーダに代表される湖水を潤し、湿地へと流れ出す。山岳部やヒマラヤ山脈は地域外である。この平野部を含めて、奈良ヤにの景観構造は独特で、ヒマラヤ山脈の山裾から主に、チュリア高原一帯に発する大小の河川が打ちてらい、平原に、戦場地上の堆積地を築き、ヒンドースターン平野に近づくにつれて湿地へと遷移する。一帯は、 動植物が豊富で、インド国境地帯など秋に、野生の王オ子オが丘を走る姿を見かける。ネパール最古の有名なチトワン国立公園があり、ベンガルトラやインドサイが生息し、アジアで最も豊かな自然保護区の一つと、みなされている。南東部に、パルサ国立公園が位置する。ベンガルトラ保護区のバールミキ国立公園を加えた、チトワンパルサバールミキ3カ所は、 包括的に、ベンガルトラ保全単位に指定された。総面積2075平方キロメートルに、中石平野の草原と亜熱帯、湿潤落葉紅葉樹林が広がる。このうちパルサ国立公園は、保護地域に転換される以前は、支配階級の狩猟場であった。奈良谷地方の五軍左上から時計回りにチトワン、軍、マクアンプル軍、ローテハト軍、バラ軍、パルサ軍、 奈良屋に地方には以下の5つの軍がある。ネパール国内では繁栄している地域に数えられ、ネパール共産党の影響は比較的受けていないとされる。また、中心都市ビールガンジは国境の街としてインドとの取引市場があることから、市外の様子にも経済的な安定が繁栄している。ありがとうございます。